個別レッスン希望の方は概要欄からメールをお願いします。それでは韓国語レッスンスタート。皆さんこんばんは、カンドラチャンネルライフマガジンです。本日もですね、時間になりましたので、ご覧の通り韓国語4話から学ぶ韓国語会話始めたいと思います。韓国語4話、また面白いシーンを、持ってきましたよ。なので一緒に本日はですね、リスニングの練習をしようかなと思っております。早速ですがですね、レッスン方法についてです。こちらは何度も共有させていただいているので省略させていただきますが、声を出していきましょうと。で、人は勉強したことの 70% 以上を翌日に忘れると言われているので、復習を特に、やりましょうという内容が書いてあります。では、始めたいと思います。本日もね、動画2つ持ってきました。めちゃくちゃ面白いですよ。まあ、韓国大好きな方は覚えてらっしゃると思うので、ご覧になりながら、そうだな、こういう内容だったなって思いながら見ていただけるといいかも。まあ僕もね、日本語学校通ってた時に、前も話したことあるんですが、NHK のニュースをずっと見てました。まあ学校でね。で、NHK のニュースを見て、で、どんな内容だったかっていうのを日本語で喋るっていうレッスンだったんですけど、大体間違ってるんですよね。まあ自分は、ある程度聞き取れてるって思っていて、で、こういう内容ですよねっていうと全然間違ってると。なので、リスニング、はすごく大事でですね、単語と文法を本当に理解しないと、完璧に理解することはできないので、本日、ぜひ一緒に練習してみましょう。では、一つ目の動画ですね。いつも通り、一つ目の動画を見て、で、振り返りを行って、で、二つ目の動画に行きたいと思います。では、まずは、どんな韓国語を言ってるのか、想像しながら聞いてみてください。ルドが、내가얼어죽거든。내몸안에든진기。그니가꺼내갈수있으면꺼내가。그럴수있었으면진작죽여서꺼내갔어얼어죽어갔는데그런차가운말은하지마はい、ここまでですね。When Hostoria までですね。皆さんどうですか？どこまで聞き取れましたか？どんな内容だったのかぐらいは韓国ファンでしたら覚えてらっしゃると思いますが、どんなセリフを言ってたっけっていうのはなかなかね、思い出せないと思いますね。まあね、字幕で見てますからね。だけど、本当は字幕なしで見て、で、想像して、で、もう一回見て、合ってる、合ってないで、より記憶力に、要は脳に溜まるっていうね、勉強方法なんですが、これはね、僕が日本語勉強した時にすごく、役立った手法でもあるので、ぜひ、繰り返しやっていきましょう。では、次からは、字幕ありで練習していきましょう。ルドが、내가얼어죽거든。내몸안에든진기。ルドが、내가얼어죽거든。내몸안에든진기。って言ってますね。まあ、ルドがわかりますね。俺が、凍って死んだら、얼어죽거든。내몸안에든진기。俺の体の中にある진기。ですね。では、次行きますね。그거니가꺼내갈수있으면꺼내가。그거니가꺼내갈수있으면꺼내가。그거니가꺼내갈수있으면꺼내가。せっかくなので、一回だけ喋ってみましょうか。그거니가꺼내갈수있으면꺼내가。どうぞ。OK です。喋ってますか？声に出して喋ることが大事ですよ。그거、それ、
お前が、にが、お願いしてすむこねが、出せるなら出していってっていうことですね。はい。そしたら、ムドクが面白いこと言ってますね。그럴수있었으면진작죽여서꺼내갔어。그럴수있었으면진작죽여서꺼내갔어。どういう意味でしたっけ？それができるのなら、진작。とっくにですね。とっくに죽여서꺼내갔어。殺して出していったよ。ということを言ってますね。うん。そうすると俺죽어갔는데그런차가운말은하지마。そうですよね。ねえ。だいたい分かってきましたか皆さん。俺죽어갔는데그런차가운말은하지마。凍って死にかけてるのに、そんな冷たい言葉は言わないでって言ってますね。그런차가운말은하지마。では次行きましょう。따뜻한말을해봐。따뜻한말을해봐。これね短いし練習してみましょうか。따뜻한말을해봐。はい。はい、声出してますか？따뜻한なので温かいですね。말なので言葉ですよね。温かい言葉を知ってみてっていうことですね。해봐。はい、次が。気が잘못돌아강란에빠진거야웬헛소리야。気が잘못돌아강란에빠진거야웬헛소리야。ちょっと長いですね。気は気ですよね。気が間違って回ってるから、狂乱。狂乱はね、漢字で書くと狂乱ですね。で狂ってると。狂ってんのかって話ですね。狂乱に陥るということですね。直訳すると。when ホッソリア、何バカなこと言ってんの when ホッソリア、when ホッソリアを韓国に行ってもしくは韓国の友人に言う、タイミングはあんまりないかもしれませんが一応練習してみましょうか。ちょっと待ってくださいね。どなたか入ってますね。はい、ありがとうございます。では、when ホッソリア、どうぞ。はい、ウェンホストリアですね。ね、ここまでが、一つ目の動画の練習になります。この後も面白いですよね。あの、タトゥタンマイ、要は、温かい言葉、話、ストーリーを、ムドクが言ってくれますね。いや、ここだから3話、4話、5話あたりが一番面白かったんじゃないかな。本当に。だから、なかなかないですよね。最近ね、日日社長職も、良くも悪くも、だって母親も解説させていただいてますが、本当にね、この1話、2話から面白いっていうカンドラは、本当に韓国、愛の不時着、イテウォンクラスぐらいじゃないかな。本当にね、もう大作だと思いますね。では、振り返りをしてみましょう。動画1で学ぶセリフ。1つ目。무도가내가얼어죽거든내몸안에든진기니가꺼내가카타카나でもいいので読みながら発音してみましょう。どうぞ。OK です。ありがとうございます。では二つ目で、あ、意味は覚えてますか？무도が、俺が、凍って死んだら俺の体の中の人気、お前が出していっていいよってことですよね。二つ目が、おろちごがんで、この차가운말은하지마。凍ってね、死にかけてるのに、そんな冷たいこと言わないでよって言ってますね。はい、発音してみましょう。おろちごがんで、この차가운말은하지마。どうぞ。はい、ありがとうございます。では、三つ目ですね。따뜻한말을해봐。いいですね。따뜻한말。きれいですね。ね。社会人やってるとね、こういう温かい言葉かけてもらいたいですよね。年齢がね、
ね、40代ぐらいになるとなかなか温かい言葉をいただける機会がないっていうね、うん、皆さんはそうじゃないかもしれませんが、練習してみましょう。タトタンマルヘバ、どうぞ。はい、ありがとうございます。最後、ウェンホストリア、これは覚えてますね、うん、なんでバカなこと言ってんのっていうことですよね。ウェンホストリア、はい、発音してみましょう、どうぞ。はい、ありがとうございます。では、時間も時間なので、次行きたいと思います。二つ目の動画、これはね、これでわかります？これで分かったらね、もう、観光マスターって呼ばせていただきますよ。これで分かったら。いや、でも分かるかな。うん。トンムですね。トンム。うんち事件でしたね。うんち事件面白かったな。これもう全部見せたいぐらいなんですが、30分しかないので、一部、ご紹介していきたいと思います。では、先ほど同様。リスニングですね、何の話をしてるんだろうって想像しながら聞いてみてください。지발누여움을푸셔요지가사제의뜻으로다가이남은똥물을다마실게요그러니까지발용서해주세요でしたね。わかりましたか皆さん。いやー、面白かったですね、これはね。本当に。このケミはね、もう最高だったと思います。これは、メイキング映像も共有させていただいた記憶がありますね。本当面白くて、笑いながら訳してた、記憶があります。では、これもね、一緒に練習をしてみましょう。지발노여움을푸셔요지발노여움을푸셔요これはもう方言ばっかですね。지발っていうのは제발ですよね。お願いですよね。で、노여움을푸셔요노여움は、노여움っていうのは怒りですね。だから怒りを、まあ、許してくださいということですね。푸셔요をまた方言で、푸셔요って言ってますね。では、せっかくなので発音してみましょう。지발노여움을푸셔요。はい。はい、ありがとうございます。では次行きます。지가사제의뜻으로다가이남은똥물을다마실게요。本当かよっていう話ですね。なんとなく意味わかりましたか？血がさじれつすろだがいい飲むと思うたましるけいう。血も方言ですね。本当は是がですね。私が謝罪のさじ。謝罪の意味で、この残ったうんちを全部飲み干します。っていうことを言ってました。ね。思い出しましたか？いやー、ちょっと、どうやって飲むんだって話ですよね。本当に。もう一人いらっしゃった方がいますね。もうそろそろ終わるんですが、ちょっと待ってくださいね。どちらにいらっしゃるのかな？どちらにいらっしゃるのか、もう出ちゃってるのかな？出ちゃってますね。はい。では、続けますね。でしたと。では、次、行きますね。그러니까、제발용서해주세요。그러니까、제발용서해주세요。言うは方言ですよね。だから、제발、お願いなので、許してくださいね。ですね。용서해주세요。発音してみましょうか。그러니까제발용서해주세요。どうぞ。はい。
では次いきますね。ブドカ。ブドカは飲むつもりだったんですかね、これは。ねえ。チャンクが登場しますと。아니네가왜똥물을마셔아니왜네가똥물을마셔ですね。なんでお前がうんち飲んでんのってことですよね。では、これもせっかくなので発音してみましょうか。どこで使うんだって話ですけどね。まあ、前もお伝えしてるんですが、本当に韓国で日常会話ができる、あのね、あんまり気がしないんですけどね。ちょっと待ってくださいね。いらっしゃれるのかな。もう承諾したんですけどね。あ、こんにちは。ありがとうございます。ですが、今、ちょっと途中になってまして、一旦続けますね。他の方もいらっしゃるので。では、次進めたいと思います。一旦、ごめんなさい。ミュートにしていただいてもよろしいですか？ミュートできますかね？左側にマイクのものを、こう、クリックするとオフになります。あ、できました。ありがとうございます。では、続けていきたいと思います。トリョンニンっていうのは皆さんご存知ですよね。さすがに韓国好きなかったね。もう何度も見てらっしゃるからわかると思うんですが、お坊ちゃまですよね。まあ昔わかんないですけど、昔のこう朝鮮時代前は、こういう言い方をしてたらしいですよ。じゃあ続けていきます。ネガマシェージ。ネガマシェージ。どういう意味でしたっけ？ネガマシェージ。俺が飲まなきゃですね。マソヤジ、俺が飲まなきゃ。これ短いんで発音してみましょうか。ぜひね、先ほど入った方も発音してみてくださいね。ネガマソヤジ。どうぞ。ネガマソヤジ。どうぞ。はい、ありがとうございます。俺が飲まなきゃ。っていうことですね。男らしいですね。では、続けていきましょう。もう。もうですね。もう。こんなね、短い言葉でもね、ちゃんと会話が成り立つんですよ。もう。何っていうことですね。何。本当は、もやとか、もえよとか、もうちょっと長いんですけど、こういう日常会話、特にため口で喋るときには、もう。だけでも通じます。これ最後なんですよ。で、ね、先ほど入った方申し訳ないんですが、次振り返りを行いたいと思います。そう。あとはまあ録画をねご覧になっていただけると助かります。ちばい、どよむぷしょゆ。では、動画2で学ぶセリフを4つ用意しましたので。思い出しながら発音してみましょうか。一つ目、ちばるのよむぷしょよ。どういう意味でしたっけ？ちばるのよむぷしょよ。ちばるっていうのはぜばるですよね。ちばるは方言って言いました。なので、お願いですので、怒りを抑えてください。ぷしょよ。ぷしょよですね。最後、ゆで終わってるのは全部方言です。発音してみましょう。ちばるのよむぷしょよ。지발노염을푸셔요はい。ね。発音していくうちに、無毒のようなね、喋り方ができるんじゃないですか。ね。では、二つ目いきます。그러니까제발용서해주세요。どういう意味でしたっけ？그러니까제발용서해주세요。그러니까。그러니까も方言ですね。本当はクロニカ。だからですね。クロニカ。だから、
お願いなので、제발、용서해주세요。許してください。용서해주세요。本当は用ですね。なので、용서해주세요。용서해주세요。許してください。になります。では、こちらもね、発音してみましょう。그러니까제발용서해주세요。그러니까제발용서해주세요。はい、ですね。では、三つ目ですね。아니、왜니가똥물을마셔ですね。うん。これ覚えてますでしょうか。아니はですね、特に意味ないんですよ。うん。아니요でいいえじゃないですか。だけど、なんでを強調するための、接続詞みたいな感じで覚えておくといいかもしれないです。うん。なので、아니がなくても成り立つんです。왜니가똥물을마셔。なんで、お前がうんちの水を飲むの、うん、っていうことになりますね。うん、発音してみましょう。아니왜니가똥물을마셔。아니왜니가똥물을마셔。마셔の方が、ちゃうっぽいかもしれないですね。마셔。もう一回言ってみます。もう一回行きます。아니왜니가똥물을마셔。はい。ありがとうございます。最後、四つ目ですね。내가마셔야지。これは思い出せますね。最後だから。はい。うん、俺が飲まなきゃですね。俺が飲まなきゃ。うん、では、発音してみましょう。내가마셔야지。내가마셔야지。でした。ね。うん。ということで、動画2つ、4話から本日、練習しました。まあ、韓国ね。いや、僕はね、正直、全く苦じゃなくて、うん。もう一回今、韓国をね、見させていただいてるので、すごく楽しませていただいてますね。うん。本当に、韓国って対策だなと思っております。電話が鳴ってますね。はい、本日はここまでとなっております。来週、また木曜日に9時からやりますので、ぜひご参加ください。ではまた。バイバイ。